タロ散歩チャンネル。今小樽運河ターミナル旧三菱銀行のところにいるんですけれども、あのそこにねお店があって、お店でねこれパンジューっていうのを買ったんですよ。小樽名物のパンジュー、あの1個92円プラス税で98円でした。で、まあ、いろんな味があるんですけれども、まあ、シンプルに粒あんとこしあんを1個ずつ買ってみました。なんかねごまのかかってる方がね粒あんだって言ったんで、これかな、あこれですね、これがね粒あんで、食べるときはこっちの平らの方から食べるといいみたいなことはなんかそこに書いてあったんですけどね。いただきましょう。あの小樽の名物パンジュー、うん、ね、結構あっさりしてて美味しいね。うん、ごまの口感は何とも言えないんで、うん、あ、でもねあんこの部分に来るのにちょっと甘くて美味しいです。で、こっちはごまのついていないこしあん、いいですね、このあんこがいいですね、うん、あのね、こしあんだがつぶつぶしてないんですけど、さらっと溶けるような感じで美味しい、うん、じゃあ小樽散策なんとかに乗りますか。小樽散策バスか。小樽駅に行くのが、38分で、で、こっちか、あっち、ほんとね、メルヘン交差点に行くのが50分。だからなんか歩いてもいいような気するんですけどね。まあ1回220円ですからね。もうちょい待ちましょう。もうちょいね。じゃあ散策バス乗りましょうか。おお寒い。あ、これですね。小樽散策バス100系統。あ、カードリーダー使え、カードリーダーか。IC カード使えますね。よいしょ。これでメルヘン交差点行きます。メルヘン交差点到着しました。境川通りっていう通りのところの、まあ、端っこみたいなところでしょうかね。こう一見するとなんか古いんだか新しいんだかわからないような古そうな建物がいっぱいありますけれども、こちらはですねルタオというお菓子屋さん、あ有名ですよねルタオね。
この小樽オルゴールド、これは新しいのか古いのかなんとなく分かりにくいんですけれども、新しい方なんだろうなきっと。いろんな建物があります、いろんな建物がありますが、あのオルゴール堂は結構古そうです。そしてこちらが、常夜灯と書いてますね。小樽海関所灯台っていうのかな、1871年明治4年に灯台を設置されたということで、これどこにあったの、入船川河口に怒り下ろす多くの船舶の目印となりましたみたいなことは書いてますね。まあいわゆる、まあいわゆる灯台ですよね。まあこっから陸だよみたいな、そういうのを見せるような感じでしょうか。これはちなみにですね、なんか蒸気時計とかっていうらしいですよ。あ、ここに書いてあった、スティームクロックオタルクリエイティッドフォーザエンジョイメントオブエヴァ4バイホロジスト、日本語は書いてないか、 なんとなく言いたいことは分かるんだけども。お、今度あっちが鳴りましたよ。ちなみにですね、これか、ここはですね、元旧京成という建物で、何屋さんかな、ですね、明治24年1891年に、あった、精米業、お米屋さんだったんですね、お米屋さんの倉庫だったんですね、ここは。なるほど。ここも銀のさじ1号店と書いてますけれども、ここも何かの建物だったみたいな、ここに書いてあるよ。ここは1924年大正13年に建てられた旧越中銀行、中越銀行小樽支店、創建の頃この周辺は入船川の河口、現在暗渠であり、海側に船入り間が開け、道路が交わって交通の要となってました。昭和18、1943年に合併して北陸銀行、昭和38年1963年に南小樽支店に改称されておりますということだそうです。外壁モルタル仕上げ、2階の窓の列にの壁に褐色のタイルを貼り付けて、大門の模様を一律並べてアクセントをつけていますということで、そうするとこっちの建物、大門ついてますよ、ラーメンのあの渦巻きみたいなあの模様ですよ。お隣は違う建物なんだな。でもこれも一見新しそうに見えて、そうですね、この石のあたりとかがそんなに古さを感じないもんね。もともと銀行の建築だったんだ。なるほど。でこっちはこれもなかなか古そうだけれども、そうでも、古いですね。同じ頃大正15年1926年に作られた旧、旧砦物産小樽支店、富山県に本店のある砦物産の小樽支店として新築、入船七差路メルハン交差点の一角にあり、外観は左右非対称で窓周りに垂直性を意識した衣装が施されている、ぬんぬんとか だそうです。というかここ七差路なんですね。どれどれ、ここあるね、1、2、3、4、5、6、7、本当だ、七差路だ、七差路ですね。七つ股に分かれているというね、この交差点で、ただここは今暗渠になっているけれども、入船川というあの川の河口部分にあったところだそうです。だから埋め立ててこっちの方平らになってるじゃないですか。で平らになってって、そしてここから盛り上がってるってことは、そう、この辺ぐらいまでは昔何かがあったんだろうねということは、まあ容易に想像することはできます。でこれがその、なんだっけ、砦物産を建てして、これも結構な年代物の建物なんですね。今はスーベニール小樽館というふうに書いてあって、お土産屋さんっぽいですが、そしてキティちゃんがね、こんな感じでなんか、日本名物どころサンリオやなんていうふうに書いてあって、いかにもこれは
日本人狙ってないだろうみたいな感じですけれども、それからここになんかゆっくりしていってのがありますけどね、たまにこのこういう動画ありますね、ゆっくりシリーズってやつ、雪光グッズありますだって。もうちょっと見てみますか。なんか2階のところに万華鏡ギャラリーっていうのがあって、まあ、撮影 NG だったので何も撮ってないんですけれども、なんかね、万華鏡の歴史とかそんなようなことが書いてましたね。江戸時代末期になんか日本に伝わったみたいですよ。さてじゃあ、このメルヘン交差点から境川通りを少し歩いて、今バスで来た道をちょっと戻ってみましょうか。あ、15分に1回になるんだね。今3時15分なんですけどね。この辺も昔ながらのレンガ造りの建物が残されているような感じです。でも今入れないって感じですね。史跡小樽内雲上奥跡っていうのかな、この雲上奥の雲上屋かもしれないですけどね、創設明らかではありませんが、おおむね享保年間1700年代の初め頃と推定され、幕吏大石一平の西江戸地、場所なんだ、西江戸地場所開放日記っていうのかなによると、天明6年1786年に、ここに宿を取ったという記録があります。なんとだなんたらということです。1865年に小樽内場所が、村並みとなって、場所受け負い制度とも共に雲上奥も廃止されましたということです。というのは、まあ、ありましたというようなところですね。そして小樽オルゴール堂、ここも有名ですよね。オルゴール堂、そしてルタオっていうお菓子の店、そしてなんだ、北市ガラスもありますよ。だからもうあちこちがなんか、あちこちがこの通りそもそもがすごくあれですよね、観光名所になっていて、なんか有名な聞いたことがあるような名前のものもいっぱいあるという感じですね。そして寒いです、非常に寒いです、-3°。ここはね、北市ガラス、これもなんか昔のなんかの倉庫を使ってますよね。でお隣にね、北家老っていうね、これ確かお菓子屋さんのお店、スイーツの跡とスイーツのお店があるんですけれども、こっちだと小樽観光案内所とか大正ガラス館とか、ガラスとスイーツとあとなんかみたいな、そんな感じですね。まあなんかこの辺がメルヘンメルヘン言われるのもなんか納得がいくようないかないような、そんな感じでございます。だからなんかこの辺はやっぱりその運河があったりとか、なんか川の河口だったりとかで、やっぱり倉庫群が残されて、それこれもそうじゃないですか、これなんかもそうで、うまく使われてるなという感じですね。おーっと寒い。ガチャガチャもこれ日本の文化っちゃ、ある意味日本の文化で、海外の人から見たらやっぱりこれ日本的なんでしょうかね。やっぱりガチャっていうのが、なんかガチャで通じるらしいというのを聞いたことがありますが、この辺はなんかことごとくなんか北市ガラスがいろいろ建物を持ってるような感じです。ここも北市クリスタル館、あちらも北市ガラス3号館、ここはワインショップビノテカと書いてますけどね、その隣も北市なんてらなんてらとかで、やっぱりこの辺は時代に合わせてるなというのが、ここ、Wi-Fi が飛んでますという、このちゃんとあのお知らせも出てますけどね、北市ガラス差しすせそだって。ここはなんか手作り箸の、あのチョップスティックですね、あの箸ですね、あのお箸ですね、ムーミンチョップなんかもありますよ。まあ、あからさまになんかこれ日本人狙ってんじゃないだろうみたいな、そういう商品も売ってますけどね。武田の残儀、小樽名物鶏の唐揚げ、武田の残儀、おう、残儀か。ちょっとこのお向かいの北市ベネツィア美術館で書いた、ちょっとここで温まりますか。温まりました。ちなみにですね、ここ書いてあった、ここは1988年に作られたそうです。イタリア語ですね、これね、ムゼオデラーテ、だからそうですね、ベネチアの美術のミュージアムですもんね。そうですよね、1988年、だから結構バブルの頃にこれを建てたっていうね、そういう建物でしょうか。ああ、ラーメン屋さんもいいですね。700円800円ぐらいで食べれるやつ。
ポセイドン、どっかで聞いたことのあるギリシャ神話の神様ですけれども、小樽ポセイドンということで、今日ちょっとお休みになってます。さすが1月2日、まあいわゆる海鮮丼ですよね。2300円でマグロ、イクラ、ホタテ、ウニ、カニ、サーモン、エビ、トビッコ、ネギトロということで、もうなんかいかにもみたいな、そういうものを食べられるというそういうものですか。そしてこの辺もいかにもなんか古い倉庫を改造したような建物がいろいろと並んでますし、ここもそうですよね、結構古い建物ですよね。ここは北の漁場、なんか海鮮屋さんみたい。そして小樽ガラスの大正ガラスか、大正ガラスかんざしガラスって、これ鳴らしたら怒られそうだけど、鐘がこんなところに。昆布、北海道らしいですね、昆布、まあ、昆布屋さんみたいですけど、すごい、お父さん預かります昆布専門店、利尻屋の美濃屋。すごいですね、お父さんもう弾かれてますよこの時点で。礼拝室、プレイヤールーム、ここはなんだ、オラフキ昆布館って書いてますけどね、なんだろう。利尻屋美濃屋の150歳若返るふりかけ、浦島さんにも教えてあげたいなんて書いてますけども、セサミン、アルギン酸、フコイダン、あ、昆布に含まれてる成分かな。でもこれもなんか昔の建物をなんか再利用してるような、そんな感じですね。じゃあお父さん預かられてますかね。まあ温まりたいだけなんですけどね。はい、いらっしゃいませ。なんか昆布茶いただきまして、ね、無料でね、無料で昆布茶いただいて美味しかったんですけど、ちょっと何も買い物しなくて本当に申し訳ないんですが、お父さん預かりますということで。でそうそう、こちらのね礼拝室っていうのはね、この建物の奥の方になんかあのイスラム教徒の方、ムスリムの方がお祈りする場所があったんですよ。旧久保商店、今久保屋というお店があるみたいですけども、これは明治40年1907年に建てられても112年ものの建物ですけれども、現在は和風商店の趣を残しながら喫茶店再利用されてますということだそうです。まあ、お土産屋さんは開いてるけれども、こっちかな、こっちのお店は今閉まってるという感じですね。だいぶ冷えてきたんで、そろそろどっかでバスに乗りたい気もするんですが、10分ぐらい待てばあの辺に来るような気はしますが、寒い。でもまあ大体小樽といえばこの辺みたいなところを歩いたでしょうかね。あとまあなんだ、オルゴールド、期待値ガラスとかまだ入ってないけども、今44分なんで、9分まではまたバスに乗れるんで、それ乗って小樽まで行っちゃいましょう。あの小樽駅まで行っちゃいましょう。あ、とりあえず運河堂でちょっと温まりながら待ちますか。ちょうどバスが来たんで、これ乗って小樽駅まで行きましょう。まあまあ人が乗りそうなんで、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。